側点型不接特務艇は、日本海軍の特務艇の定級。法令上の定型名は持たないが、春高第一艇の定名から側点型不接艇、側点型不接特務艇と称される。1913年から1921年にかけて収益。当初は雑役戦に分類されていたが、1920年4月1日に二等、不施帝。 1931年5月30日に、不設定に、さらに1944年2月1日には、不設と組む定に変更された。当初の定名は、わしざきを除き、〜であったが、1920年7月1日に、定名が、第何や、〜丸のないものに変更された。太平洋戦争には即天を除く11隻が参加。 内地に近い陽光警備を主任務としたため多くが残存した。ただし、一部の帝はシンガポールなどの前線へと進出した。戦後は福音輸送や総会に従事した後に賠償官として引き渡され、あるいは解体された。うち、家徳は名前を改め、1970年まで民間客船として活躍した。確定の共通事項は以下の通り、なお、 定の記述順は法令に従う。1920年6月30日までに竣工したものはすべてが雑役戦。1920年7月1日、在役前線が解明の上特務定中の二等不設定に類別される。その後竣工した定も二等不設定に類別。1933年5月23日、不設定の等級が廃止され、在役前定が 不設定に類別される。1944年2月1日、在役前提が、不と特務定に類別される。側転型不と特務定、江ノ島江ノ島1919年3月31日、春光真校で終戦。その後の消息不明。1946年4月30日除籍。黒上1917年5月1日春光、再起で終戦。 1945年10月5日除籍。戦後総会20時。1947年11月14日、英国へ引き渡し、イーノドックへ売却。1948年1月6日マイズルで解体開始。同年3月3日、解体完了。黒島1915年5月25日春行。下関で終戦。1945年10月5日除籍。 福音輸送終了後の1947年10月3日、中国に引き渡し、中華民国海軍艦として1960年に退役。片島1917年5月19日竣工、再起で終戦。1945年10月5日除籍。戦後総会20時。1947年10月3日ソ連に引き渡した後、さらに1956年に、 ソ連から、中華人民共和国海軍へ引き渡し、退役年不明。豊島1915年3月20日春行から1945年7月30日。舞鶴にて航空機の攻撃により沈没。1945年11月30日除籍。測定1913年7月4日春行から1936年8月29日。除籍。 足先1916年5月12日春高、大止まで終戦。1945年10月5日除籍。1945年11月17日福井輸送中に、新潟早川にて座礁。黒崎1921年12月24日、春高を海泊で終戦。1945年11月15日総会に、十字中八戸にて座礁。 1945年11月30日除籍。加藤1916年4月4日春高。大牟田で終戦。1945年10月5日除籍。福音輸送終了後の1947年に、米国へ引き渡されたが、返還され1948年3月22日に、運輸省海運局に、5月1日に、海上保安庁に編入された。海上保安庁では、 小型巡視船、加藤になり、瀬戸内海で、警備救難建設表業務に従事した。1五十二年四月十六日に、解約後、五月に、老齢配船も、民間へ売却されエンジンをディーゼルに交換、上構えも、すべて開脚室などを、設置。1五十三年五月に、瀬戸内海汽船の客船、鶴見となる。総トン数四百四十トン、速力十一ノット、 乗客370名。1970年まで、別府暮れ間に就航した。窓カ島1917年5月16日春航から1945年1月15日航空機により、台湾豊領にて格座、不要の上高尾海港も終戦。その後不明。1946年4月30日除籍。二の島1920年10月15日春航。 マコーで終戦。1945年11月30日除籍。ワ崎。ザ九1921年9月30日春行から、春行時定名は、第45不節定。1926年11月6日、和シ崎と改名。マイズルで終戦。1四十五年十一月三十日除籍。総会要務。1四十七年十一月十四日、英国へ引き渡し。 佐世保で解体。江ノ島、黒崎のボイラーは、池田式館一期1944年2月1日に、特務艇中の不設艇から、特務艇中の不設特務艇に類別変更される、前に一番低速点は、除籍済みだったため、二番目に竣工した、艇の艇名を取って、豊島型不設特務艇とも呼ばれるほか、1911年6月竣工の二等不設艇。 夏島を加えて、本型を夏島型不設と組む定とする場合もある。明治42年3月25日付け立ち第52号。AB 対象3年2月3日付け立ち第10号。AB 対象9年7月1日付け立ち第115号の2。明治45年4月16日付け立ち第48号。AB 対象9年7月1日付けない例。第214号。 大正15年3月31日付けない例、第62号。AB 章は8年5月23日付けない例、第1 9十号。AB 章は19年2月1日付けない例、第272号。大正6年9月12日付けたち第108号。河野島ではない。海上保安庁全選定止。世界の感染第613周回忍者。 P26 世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P108、大正10年5月31日付け立ち台105号、大正15年11月6日付け立ち台110号、ありがとうございます。